はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、どうやら、グランデベス確定です。ということで、古戦場が、もうマジで近い。あさってとかだよね。明日だね。7月16日日曜日の19時より始まる決戦保持の古戦場なんですけれども、その前日にグランデフェスが、来るんじゃねえかってことで、まあ、ちょっと今波乱が起きてます。はい。なんで知れたのかっていうの、意外と知らない人がいるんで、ちょっと説明していきましょう。グラブルって基本的に、フェスとか、新キャラクター系だよね。新キャラ系が、来ない時って、グラブル公式ツイッターの方で告知があるんですよ。まあ、スタレとかもあったりするかな。うん。だいたい、19時にガチャ更新、何々ピックアップですみたいな感じで告知されてるんですよね。例年で、だいたいそうなんですけど。で、それの例外が新キャラが来る時。だから、グランデフェスとか、まあ、12時の、あれか、レジェフェスの方は12時に更新だからねか。うん。ってことで、まあ、ちょっと今回は、告知がなかったんですよね。要するに。そう。告知がない。ということは、つまり、新キャラやろがいい。っていう話題になってる。で、今現在注目されてる部分としては、やっぱ土子戦場が近いじゃないですか。薬状武器が来てないんだよね。火属性とかはあったよな。火属性とか、風属性とか、光とか闇とか。このあたりはもうすでに薬状武器があるんですけど、今、水と土が薬状ないんですよね。うん。で、まあ、薬状っていうのが何なのかっつうと、まあ、よだめアップ5万っていうとんでもなく破格な武器になってて、うん。攻撃回数が多いキャラクターとかは全部そのよだめアップ5万が乗るからめちゃくちゃダメージ上がるんですよ。うん。土属性って、余ダメージを上げたいなっていう風になったら、ベンヌユミって言われてる、武器があるんだけど、まあ、その武器をバチボコに突っ込んで、余ダメージを上げていくっていう、武器編成になってて、これが3本入ってんのね、現状。3本入ってんだけど、それを2本に抑えながらも、余ダメージ上昇量を高めることができるっていう感じになってるんですよ。他の薬状武器と比較するとね。だから土属性は薬状が来たら、マジで武器枠1本圧縮できる。1本好きな武器を入れられるよっていう状況になりやすくなってるんで、まあそういった目的からね、土の薬状は待ち望まれてました。はい。今回来るんじゃねと。今回来るんじゃねっていう風に言われてるっていうところだね。はい。座して待っていきましょう。そんな感じで、次のグランデフェス来るんじゃねっていう話と、まあ、それのみんなの判別方法についての紹介でした。まあ、もしね、意見とかあったら、ぜひともコメント欄で教えてください。来たらどうしようかな、回すけど、1天井かな、回したくないな。ほら。